さて先生、ここが九段の塔らしいぞ。塔って割には随分とでかいな。かつての戦争の名残ってやつだな。賊のくせに、まあご立派なねぐらを見つけたもんだ。あ、いや、盗目のマイクランは元貴族か。知っててもおかしくないのかもな。数百年前、この辺りは攻め寄せる北方の民を迎え撃つ要所の一つだった。この塔は当時監視と防衛のため建てられたもの。攻略には骨が折れるだろうな。ギルベルトさんでしたっけ。さすが王国出身、お詳しい。あ、そうだ、せっかくだし少し質問してもいいですか。ああ、構わない。私に答えられることであればな。ギルベルトさんは破裂の槍ってのを見たことがあるんですか。かつて現物を見たことがある。立派だが、どこか禍々しい槍だった。ゴーティエ辺境伯によれば、マイクランはその槍で多数の追手を返り討ちにしたと。紋章のないやつでも使えるんですか。聞いてた話と違うな。一方で先生以外じゃ紋章を持ってでも使えない天帝の剣もあるし、先生が特別なのかもしれないな。この戦いも期待してるぜ。ならその天帝の剣を俺が使えるようにしてくれよ。俺が振るうとただの硬い剣だもんな。一体どうなってるんだか。おっと、雨が強くなってきた。さっさと片付けちまおう。僕の気配が濃くなってきた。そろそろ最上階なのだろう。こんだけ登ると戦う前にバテそうだぜ。まあ大雨の中で戦うよりはマシか。いつでも行けます。世話かけるね。さあどうするんだ。お手に行かせてくれよ。助かるよ。私ですか。私ですか。焦らず戦おう。僕の出番のようだな。私に任せてください。ぼちぼち動くか。僕はいつでもいいですよ。焦らず戦おう。これでいいだろう。
私に任せてください。僕の出番のようだな。私ですか。ぼちぼち動くか。お頭が危ねえ。野郎ども急げ。ん、開花から新手の敵か。背後にも気を配らねばならんな。私はまだ許されてはいない。今は引こう。迷いを払う。加減すべきだったか。一歩前進。疲れてきたぞ。
焦らず戦おう。まだまだ、どーんと来いだ。これでいける。クロスします。ありがとう。邪魔するから。すごい、僕にもできました。こんな傷、へっちゃらだし。ありがとう。これはよろ…えっ！やだ、汗かいちゃった。
げますわ。はい、お疲れさん。僕はいつでもいいですよ。助かるよ。はっ、厳しい戦いになるかも。すみません。私に任せてください。助かります。コツをつか…出るぞ。あいつらを挟み撃ちにしてやれ。なんと、隠し部屋に賊が潜んでいたか。焦らず戦おう。私ですか？やっ！やっ！加減すべきだ。僕の出番のようだな。お手に行かせてくれよ。
完全に習得できた。あんまり期待され。ごめん、痛かった？さあ、どうするんだ？いつでも行けます。ぼちぼち動くか。はっくはー。異物にも矜持はあるんでね。想定どう。私に任せてください。ごめんね。これでいける。すっかり覚えました。僕はいつでもいいですよ。ありがとう。この経験は糧になる。気合入ってるな。はっはっ。次はどうすりゃいいんだ。お手の筋肉。助かる。助かるぞ。すみません。悪いね。はい、お疲れさん。ありがとう。いただきは完全に。すまない。Thank you.
世話かけるね。いい勝負ができたな。一歩前進。Thank you.
私を侮るからです。これでいいだろう。だし、いいですよ。さあどうするんだ。いつでも行けます。私ですか。焦らず戦おう。お手に行かせてくれよ。ありがとな。僕の出番のようだな。ぼちぼち動くか。僕はいつでもいい。私に任せてください。
での筋肉。ヒルシクラッセを甘く見たか？私ですか？悪い。できなくてよ。レア様見ててくれたかな。
やるときはやるんです。はい、お疲れさん。僕はいつでもいいですよ。貴様らも俺から槍を奪おうってのか。殺してやる、全員ぶっ殺してやる。ハッツ、ガキの分際でやるじゃないか。
今はわしの話よりそやつとの戦いじゃ。聞きたいことがないならとく戦え。なんてこった。英雄の遺産ってやつにはあんな物騒な力も秘められてるのか。もう敵も味方もわからなくなってやがる。かわいそうだな。早く終わらせてやろう。これでいける。助かります。Yeah.
体が崩れて、中からマイクランと槍が。なんとか倒せたな。槍を回収して修道院に戻ろうぜ。あの男、まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見てはコアッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。英雄の遺産とやらが秘める力はあれほどとてつもないものなのか。じゃがあの力、あの姿、わしは知っておる、覚えておる。なぜじゃ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。ことの顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。かの塔で起こった惨事は胸の内だけに留めておいてください。遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば、貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしにそれを手にした愚昧で傲慢な者への。紋章を持たぬ者が震えばマイクランと同じ運命をたどることもあるでしょう。ですがあなたには天帝の剣を振るう資格がある。そう憂う必要はありません。槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあその槍を。感謝します。やはりあなたに任せたのは正解でした。節の終わりにもう一度報告に来てください。その際翌節の課題を伝えます。先生、お疲れさん。あんたのおかげで課題は無事終了だ。なあ、マイクランはさ、本当に自分が遺産を使いこなせるとでも思ったのかな。だよな。奴は無駄と知りながらもとにかく自分のものにしたかったんだろうさ。だがあんな化け物になっちまうことまではマイクラン本人も知らなかったようだな。はぁ、あの恐ろしい化け物も英雄の遺産の力の一部ってことなのかね。英雄の遺産には古より不吉な噂がつきまとっておりました。トマスさんか。驚いた。あ、いや、書庫番のあんたが書庫にいるのは当然だが。話が聞こえてしまいましてな。英雄の遺産について一つお教えしましょうか。ネメシスが蛇に染まってしまったのは天帝の剣のせいだとか、遺産を使い続けたせいで黒き獣に身を落としてしまった英雄がいるとか、英雄の遺産の負の面についてかつては多くの記録が残されておりましたそうな。かつては消されているのですよ、ポドラ全土から。この書庫から消えた記録も少なくない。その言い草、まるで教団が事実を隠蔽してるみたいじゃないか。いや、確かにレアさんはコナン島で起こったことを誰にも話すなと。トマシさん、あんたはなんでこんな話を俺たちに。あなたが英雄の遺産について何やら探っているようでしたのでね、夜ごと調べ回っているようですが、騎士団に気づかれる前におやめなさい。さて
おせっかいはこの辺にして、わしはこれで。やっぱ気づかれてたか。諸侯にはやたらと足を運んでるからな。けど、やめるわけにはいかない。先生、そんなホイホイ個人的な事情を説明すると思うか？俺のことを教える代わりに先生の秘密も明かしてくれるってんならいいけどな。それは聞き捨てならないわね。秘密なら私も共有させてくれる？おやおや、意外なところで学校で一番秘密を共有したくない相手だな。学校で一番秘密を持っているあなたに言われると光栄だわ。買いかぶりだろ。俺の秘密なんてたかが知れてる。それより俺は先生の話をそらさないで。クロード、今はあなたの秘密の話よ。あなたの父は何者なのかしら。どうしてあなたは急に現れたのかしら。リーガン校は事故死した嫡男一家をはじめ多くの家族を失って後継がいなかった。リーガン家が名士の座を追われればおそらく同盟は揺らぐことになったわ。あなたは何を目的にリーガン家に、そしてここ修道院に来たの？おっと、あんたらに睨まれちゃ俺は蛇の前のカエル。ただ降参するだけさ。俺にはささやかな夢があってね。そいつを叶えるには力が必要なんだ。そんな俺に紋章の力があることが分かった。こいつは渡りに船とばかりに乗って何か役立つもんがあるんじゃないかと、この大修道院の門を叩いた。どうだ、俺の夢に必ず協力するってんなら残らず教えてやってもいいんだがな。私は私の夢を叶えるわ。それがあなたの夢の邪魔にならないことを祈っていて。先生はどうだ？そうかそうか。ま、今は語らないでおくよ。あんたの立場ってもんもあるしな。難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。私の期待通り天帝の剣を使いこなせているようですね。さて、翌節の課題について伝えますが、大司教。セテス、どうしたというのです？フレンの姿が見当たらないのです。君は見なかったか？そうか、どこを探してもいないのだ。一体どこへ？何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ、私はどうすれば。セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。